さて、虎ノ門の街をブラブラしてきました。虎ノ門ランチマップツアーも今回で最終回でございます。ラストにはランチマップツアーをテーマにした漫才もあるので、最後まで見てくださいね。前回絶品のナポリタンを食べさせてくれたケルンの小林社長、今回は小林社長の虎ノ門愛が爆発しますよ。僕は37年生まれですから、はい、ですから58なんです。生まれた時からまあずっと虎ノ門、はい、あのお店は、あ、お店は虎ノ門で、虎ノ門でずっとこの関わってきている。はいはいはい。どうですか、街並みはどうですか。もうやっぱりすごい変わりましたよね。やっぱり最初はなんていうんですかね、この辺普通に車止めてても駐車違反とかなかったんです。わかります。で、霞ヶ関ビルができてから人の流れがこう変わりました、ね。はい、昔はですから、オープンした頃は多分夕方ぐらいまでしか商売してなかったと思います。それでもいわゆる商売に最初の頃はなったんですけども、それぐらいお店がなかった。それがだんだんお店が増えてきて、その霞ヶ関ビルができるちょっとぐらい前まではちょっと今度お店がいっぱいできてきて大変なような状況になって、それで霞ヶ関ビルができて、まあ人が増えて、まあどうにかこうにか60年間やってこれた。いやいや、どうにかこの味で60年ですよ。ありがとうございます。私が全然関係ない話、虎年なんです。これで、私の父が虎年なんです。で、私の息子が虎年なんです。すごっ、狙ったんですか。めちゃめちゃすごいじゃないですか。勝手に縁があるのかなと思って。虎の森ね、もうゆかりがあるという。靴下は、靴下あ、どうしたんですか。虎で虎の靴下。すごっ。あ、もうやっぱ虎好きですね。靴下にまでするって。まあ、今再開発がずっとここ何年間かやってきて、うん、はいはい、昔の感じからやっぱりだいぶなんていうんですかね、変わってしまったんですね。昔のいろんなお客様が、まあ、特にうちのお客様の古い会社とかがあったのが、大きなビルが建ってしまって、その会社様は他に行かれてしまったとかいう中で、まあ、ここはまあ役所があって大きな会社があって、ですからそういう意味でなんかこういい意味でこう日本のオフィス街の象徴みたいになってくれればいいなと思ってますけどね。その男たち、ね、女性たち、はい、働く人たちの胃袋を支えてるんですから、はい、ありがとうございます。このナポリタンがある限り虎ノ門は大丈夫です。大丈夫です。ちなみにプロ野球チームはどこが好きですか。はい、ジャイアンツ。阪神タイガースですね。タイガースじゃなかった。そこは虎じゃなかった。そこはね、残念でしたね。ジャイアンツのね。ジャイアンツはね。これがジャイアンツですよ。原巨人ですよね、やっぱりね。靴下まで虎なんだけどな。昔このビルの上に王さんのオフィスがあって。そういう繋がりもあって。王さんも、はい、よくうちに召し上がりに来ていただいて。はぁ、王さんが、はい、王さんがね、虎の靴下を履いている方が社長のお店に行く。虎だって、下手すりゃ巨人の虎年の人もいるよ。な、それいいのよ、それは。虎さん、誰かお亡くなりになった。最後の最後に、うん、そうですね、はい、もう、うん、体力が
体力と僕の足の小指が限界です。さっきから知らないですよ、うん、朝からそうでしかそんなこと言わないですよ。フォークビットだったのがもうシャウエッセンぐらい。どっちでもいい。ちょっと大きくなった、はい、そうでもいい、うん、見えないものがどうなると関係ない。いやもう1日回りましたよ、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。いや本当に、うん、まあ、あの体力的には疲れたけど、はい、美味しいものをたくさん食べさせていただいたんで、ね、そうですね、うん、もう本当、うん、どこが一番印象的でした。最後に言ったナポリタン、ケルンがやっぱ、うん、美味しかった。逆に言えばケルン以外はほとんど覚えてないですね。記憶がね上書きされちゃって、それでもう一回回ればいいですね、うん、なるほど。何回でも回ってもいいですからね。いろんなものがありますからね、うん、お店にもね。そうですね。あとあの、はい、あれ美味しくなかったですか、あのお昼食べたうなぎ。食ってね、うなぎめちゃめちゃうまかった。何が一番腹立つって、うん、お前が振り出した時に、ああうなぎ来るんだろうなって勘がいいな。すげえ振り込んできたから、うん、勘がいいですね。勘がいいじゃないんだよ、うん、で確かにお弁当で僕うなぎも食べれなかったら、うなぎも食べてみたいなとはやっぱ思いました。そうです、うん、鳥のやつも美味しそうだったし、野田さん鳥ね、鳥が美味しかったね、まあ、ご飯が美味しかったですけどね。ご飯は別で買ってください。あとで食べて。確認が必要でしたね。確認が必要でしたね。そうですね、スタッフの皆さんもね、いろんなもの食べて一緒にね、うん、面白いですね、この、まあ、なんとなく狭い界隈だけど、はい、いろんな食べ物があったりとか、ね、そうです、そうです、まだまだあるわけでしょ、うん、まだまだありますね、うん、もうこれででも、あの寅さん企画もずっと取り溜めできたんで、うん、安心です。すごい言うことじゃない。それはあの終わった後にね、みんなねカメラ回ってない時に言うやつですよね。いや、何本か撮れましたからね、みたいな感じは後で言うやつだから ね、当たり前じゃなくて、ルールがじゃないんだ。ルールとかないですからね。もういろんなことがあったけど、はい、もうでも、うん、言ったと思うんですけど、はい、ちょっと一個忘れてますよ。何ですか。いや、結構いろいろ食べましたね。でもいただきましょう、美味しかったですよ、うなぎもいただいたしね、ナポリタンも。食べた回数と、うん、ワンタイの回数が違うな。でも社長のところでやったでしょ。一回だけやったんですよ。ちょっとやっぱりですね、すいません、これもあるの。はい、あるのそっと出してきたけど簡単に手が届く位置に置いといて楽に出したけどさ、一人暮らしみたいな、うん、全てが手の届くこたつの中で全部よ、漫才、はい、最後の最後のどれで作ればいいですか。もう全部です雑だなちょっとごめんなさい、うん、年上に切れちゃいました、はい、あんま歯が出ないですけどね先輩に対してトラさん、どうも、よろしく、皆さん、ミシェスお願いいたします。さあ、こちらのね、虎ノ門のランチマップフリーペーパー、うん、60ミニッツさんの表紙を我々三拍子がやらせていただきました、ね、こちらですね、虎ノ門のアンアンと言われてるんですよね。言われてねえよ、うん、言われてるわけねえだろ。表紙って僕ら以外にも写ってるんですよ、うんうん、そうです、和菓子屋さんの新商堂の社長、うん、渡辺社長も写ってるんですよ、うん、これ虎ノ門抱かれたい男ランキングのベスト3がね、表紙になってますね、うん、おじさん2人と初老1人だと、うん、誰が抱かれたいと思う。抱かれたいですよ、これね。そんなことない、うん、で、あの表紙の背景は愛宕神社の出世の階段なんですよ。そう、あの急勾配になってまして、うん、これ登ると出世できるっていう言い伝えがある。うん、僕もね、登ったことあるから、うん、言い伝え当たってますね。お、なんか出世したの。うん、フリーペーパーの表紙になれました。いや、あれ出世なの、うん、これがね、うん、あの表紙を撮ってる日に登りましたから。じゃあ関係ねえよ、うん、普通その後に来たら出世したとか言うんだよ。出世しますよ、あれはね。あのこのランチマップっていうのは、うん、基本的にその虎ノ門界隈で活躍してる人が、うん、ランチおすすめを教えてくれるのがランチマップになってるんだよね。ああ、僭越ながら私も紹介させていただきました、うん、ああ本当ですか、うん、ちょっとここではですね、コンプライアンス的に言えないような店なんですけど。どんな店紹介したんだよ。はい、まあ、カットを前提で言わせていただきます、ね、言わなくていいよ、カット前提だったら、64バラックストリートというオーストラリアのレストランでございまして、でめちゃくちゃ美味しいお肉を出してるんですよ、うん、言えるよ、めちゃくちゃよ。カットもっと大きな声で言った方がいい、伝えた方がいいんだよ、美味しいんだからよ、うん、あとね、今みたいに他では言えないような全8点が載ってるのがランチマップでございます。美味しい店しか載ってないよ、お前。カットでね、
カットしないよ、ここがメインなんだよ、お前、うん、そのフリーペーパーどこでもらえるんですか、全国のコンビニやスーパーで120円前後でね、嘘つくな、お前売ってるってねフリーペーパーだっつってあとね、1つの袋に2つ入っておりますよ、ね、何の話だ、僕らが宣伝する前に、うん、ゴーリカ彩音さんが宣伝してランチパックだよ、お前が言ってるえランチパックの話だろ、俺は表紙やったのランチマップだよ、そのゴーリキさんのランチパック、俺は表紙やったのランチマップ、ゴーリキさんのランチパック、はい、何と、もう一度表紙の、名前を言ってもらっていいですか、60ミニッツ、はい、今やった漫才ちょうど60ミニッツです、60分もやってねえわ、どうもありがとうございました、ありがとうございました、すみません、じゃあ一発目の笑わせべちゃおう、はい、実はランチマップツアーと同時にもう一つの企画が動いていました、その名も虎ノ門わらしべ長者企画、生マンデーグッズから始まって最後は何になるのか予想してくださいね、いつもご視聴ありがとうございます。